大晦日、大晦日、門松、正月のための飾り付けは12月30日までに終えます。これは門松という飾りの一つで、家の前に対にして建てます。紅白歌合戦。大晦日には多くの人がテレビで紅白歌合戦という歌のコンテストを見ます。その年にヒット曲を出した歌手が紅白歌合戦に参加します。人々は家で紅白歌合戦を見ながら大晦日を過ごします。年越しそば。私たちは長寿を願って年越しそばというそばを大晦日に食べます。除夜の鐘。大晦日のメインイベントの一つは除夜の鐘です。日本中の神社が深夜に108回鐘をつきます。この108という数は人間の持つ煩悩の数と言われています。その煩悩を取り除くために鐘を108回つくと言われています。正月、正月、新年、新年、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。元旦、年の最初の日は元旦と言います。元旦の日の出を初日の出と言います。日本では初日の出を見ることは幸運をもたらすと言われています。お年玉。子供たちは正月にお年玉をもらうのを楽しみにしています。大人はポチ袋と呼ばれる特別な封筒にお金を入れて子供たちに渡します。年賀状。人々は年賀状と呼ばれる正月のカードを送り合います。これは縁起物や干支の12種類の動物のうち、今年の動物にあたるものがデザインされています。干支、ね、牛、虎、う、たつ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、い。干支によると、2018年は犬年です。おせち。人々は正月におせちという特別な食べ物が詰まった重箱を買ったり用意したりします。女性たちが3日間炊事を休めるように、ほとんどのおせちは最低3日間は持つように作られています。おせちに入っている食べ物には、それぞれ特別な意味があり、主に健康を願うためのものです。数の子。例えば、数の子は子孫繁栄を意味します。エビ。エビは曲がった姿が老人に見えることから、長寿を意味します。初詣。人々は、新年の願い事をしに神社に行きます。これを初詣と言います。神社での参拝の仕方。手水屋。神社に行くと手水屋という手と口を清める場所があります。まず、柄杓で
左手を洗います。右手を洗います。カップ状にした左手に水をつぎます。口をすすぎます。もう一度左手を洗います。最後に柄杓を縦に持ち、柄を洗います。参拝。お社の前に立って、お辞儀をして、鈴を鳴らします。お賽銭箱に賽銭を投げ入れます。深くお辞儀を2回します。2回手を叩きます。両手を合わせてお祈りします。帰る前にもう一度深くお辞儀をします。おみくじ。人々は神社でおみくじというくじを買い、一年の運勢を占います。幸せな新年を祈っています。新年の抱負は何ですか？下のコメントで教えてください。